12月10日月曜日夜の10時から2018年最後のライブ配信、年末年始の過ごし方について話していきたいと思います。皆さんお楽しみに。自分の志望大学だけの対策ができる入試直前対策パックと、初速でライバルに差をつけるスタートダッシュパック、この2つの申し込みを現在受け付けております。詳細は動画概要欄のリンクからチェックしてください。まあ、客観的に見たら多分中央大学ブランディング戦略というか、はい、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの中栗です。ヨムです。こんにちは。こんにちは。はい、僕の質問です、はい。中央大学に国際経営学部と国際情報学部の2学部が新設されますが、そのことについて見解を聞かせてくださいと。見解、はい情報通ですねまあ、2019年4月から新設されるというところで、新しく、2つ学部が新設されますが、国際情報学部の方がざっくり言うとその分離融合型というか、まあ、文系とか理系とかっていう区別なくて、いろんなことを学んでいく。でその中でも、まあ、特に情報であったりとか法律的なところであったりを、勉強していく形になります、うん。で国際経営学部の方は、まあ、その名の通りで、これ、まあ、ちょっと後で話をするんですけど、まあ、留学とかにちょっと力を入れて、授業をしていくというふうな形になって、入試の上での特徴としては、一般入試の時にその英語と現代文だけで、受けれるというふうな特徴があります。で、さっきちらっと言ったところなんですけど、国際経営学部の方でちょっと衝撃というか、特にすごいなと思うのが、授業をする中でその7割ぐらいを、英語で行うというふうにもうホームページに書いてあって、でそれから、1年生の、夏の段階から、もう短期留学を必修化するというふうにしてて、まあ、かなり国際的な活動、グローバル化に、目を向けた活動をしてるんじゃないかなというふうに思いますね。これは本当にもうティーソリストが大量生産されるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、実際そのこういう国際系の学部とか、そういうところに関して。見解を言うと、はい、まあ、客観的に見たら多分中央大学ブランディング戦略というか、はいはい、逆転じゃないけど、はいはい、上げていこうかなっていうのがあるんかなと思ってて、授業を英語でやるっていう学部で言ったら、例えば早稲田国際教養とかもそうやし、立教の異文化コミュニケーションとかも授業ほぼ10割方も英語でやってると思うから、多分そっちに合わせていくというか、うちも国際系学部ありますってっていうアピールするためにやるのかなっていうのと、結構ちょっと脱線やけども衝撃やったのが、法学部、中央大学って法学部やけども、看板がキャンパス移転をするっていうのが、まあ多分これ見てる子らの妹弟が大学受験になる頃、2023年とかになるかなと思うねんけども、まあ都心に移すっていうので、まあ中央大学受ける子あるある、結構めっちゃ離れたところにあるから、都心にやっぱ行きたいっていうのがあるから、まあ、ちょっとどん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 改革を起こしていってる一つで、この2つの学部ができたという感じですかね、はいはい。まあ、今後の発表とかにも注目しながら、うん、受験国際系のところにも目を向けてる人は、うん、ちょっと調べてみたらいいんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、はい。それではこの動画はここまでしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいね、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちら、ビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。